スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画、ループイフダンの戦略と検証動画シリーズです。が、その前に、先日よりね、告知何度もさせていただいておりました、来週のループイフダンセミナー、おかげさまで定員に到達、満員御礼となりました。ありがとうございます。当日、ご参加される皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ということで、本題の方に入っていきたいと思います。はい、リアル講座シリーズ第40弾ですね。はい、証拠金50万円で、再スタートしました。5月15日に。なので、2ヶ月ちょっとぐらいですか。で、今回は、戦略の変更はありません。そして動画の最後の方に、タイアップキャンペーンに関する告知があります。ということで、現在稼働中の売買システムは、ループイフダンの5ドル円の S、売りの20、20銭間隔で取引するものを計5000通貨、合計5000通貨、3回に分けて発注しました。で、最大ポジション数は3回に分けたんですけども、すべて揃っていて、40です。40ということは、約8円分の値幅に耐えられるというか、まあ、8円分動くまでは自動損切りにかからないということですね。はい。で、先週というか今週ですね。今週、こんな感じで、動きました。はい。5ドル円はまあ、上昇しました。で、昨日材料が出て上げて、そして今日ですね。オーストラリアの要人発言、ちょっと弱気な発言が、伝えられて、それで下げたのかな。はい。で、まあ、結構揉み合いのような形になったので、ループイフダン的にはなかなか美味しかったと。はい。で、まあ、上げた部分ですね。上げた部分で、売りなので新規ポジションを持って、そして、昨日、そして今日ですね。今日のお昼ぐらいにバババッと決済されています。ただ、売りなので、今度は、買いの時と違って、スワップポイントが、まあ、マイナスになっちゃうんですよ。なので、そのあたりちょっとね、はい。損益が目減りしているところが、まあ、気になるところですね。これが長期になってくると、もっと、気になってくるところなんですけども、ということです。はい。で、現在の口座残高なんですけども、はい。こんな感じですね。63万円。で、前回と比較して、1万2000円ほど増えています。先週がね、確か、1万円もいかなかったんですね。8000いくらだったんで、まあまあ、やっぱり1万いくらか増えれば満足かなと。ただ、含み損が、増えているので、そこはちょっと気になりますね。はい、前回と比べて。なので、まあ、トータルで言うと、それほど口座の、お金っていうのは増えていないんですけども、というところです。はい。まあ、どうでしょうね。ちょっと5ドル円、結構高値に来てるんですけども、ここからもう1段ってなってくると、ちょっと怖い1なんですよ、今。ここでまた、一旦下に行くか、それともまた1段ぐっと上に行くかっていうところね、ユーロドルなんか今すごく、勢いついて上がっていってるんで、あんな感じで上がっていくと怖いなと思って見てるんですけども、はい。ちょっとユーロドルの方はね、トラッキングトレードでポジション持ってるので、また、その動画、明日にでもお話したいと思います。この後は告知です。ループイフダンが利用できます、iNet FX さんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しております。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と10万以上の入金、入金なので FX 取引はしなくても取引する前にですね、まず特典その1として、クオカード2000円分がもらえます。そして特典その2として、私が書き下ろしましたループイフダンのオリジナルのレポートが、もらえます。ということで、この動画の解説欄に、その詳細がわかる URL を貼っておきます。そちらからオンラインでの講座解説の申し込みが可能となっております。ということで、今回はループイフダンに関する動画でしたけども、これ以外にも、いろいろな投資に関する情報を配信していきたいと思います。そして、ブログの方では、動画、プラスアルファ、あるいは、ブログでしか、公開していない、コンテンツなんかもありますので、よければこちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのブックマーク、お気に入りに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。